毒親との正しい戦い方を教えます。解毒案内人木村優子です。今日の内容は両親の仲がめちゃめちゃ悪いです、どうしたらいいでしょうというものです。それではご相談内容です。30代男性毒リンゴさんよりいただきました。ありがとうございます。私が小学校6年の時に親が離婚しました。私は恋愛や結婚における失敗は必ず双方にあると考えます。しかしながら私の両親はお互いに責任は自分にはない、悪いのは夫、妻だというばかりで、私は痛まさびでどうしようもありません。どうしたらお互いに過ちを認識することができますかといただきました。それではこの問題解読スタート。ちょっとトンチみたいな落語みたいなことをお伝えしますね。結論です。板挟みをやめればいい。両親がお互いの悪口を言ってお互いが向き合わないっていうのは間に板があるからです。でその板というのは何と言ったらあなたですよね。だから別に今お互いが向き合う必要はないんですよ。あなたに暴風文句言っていれば自分たちは直接対決しなくていいし、嫌な思いをしなくてもいい。だからお互いの都合がいいようにあなたは利用されています。ただごめんなさいね、ちょっとね、今回のご相談内容は嘘なんですよ。本心、本音を送ってきてくれてはいません。じゃああなたの本音は何なのか、これになります。真実はこうです。私は両親の離婚が受け入れられません。だから自ら板挟みになることで3人のつながりを今も作っています。でももう疲れました、どうしたらいいですかっていうのがおそらく本音なんじゃないかなと思います。小学校6年生で離婚した時、その離婚が受け入れられなくてものすごく深い傷になったんだと思います。そしてその後もその両親の離婚による苦しさとか辛さがあったんだと思います。だから未だに両親の板挟みをすることで家族を保っているんです。いやーちょっとね、切ない話ではあるんですけども、毒リンゴさんの主張は両親がお互いに過ちを認知してほしいですよね。ただじゃあ今親の間に挟まっているこの板を外したらどうなるか、水と油は混ざらないように、まあ分離したまま何も変わらないと思います。でもね、ちょっと残酷な現実を言いますけども、それは両親が決める権利なんです。子供の人生は親のものではありません。それと同じで親の人生も子供のものじゃないんですよ。でもきっとね、離婚してほしくなかったと思います。3人で仲良く暮らしていきたかったと思います。なので今毒リンゴさんの中では小学6年生の時から時間が止まっている状態なんです。僕が真ん中にいればいつかは両親がまた分かり合えるかもしれない、いつかはまた3人で暮らせる日が来るのかもしれないとね、淡い期待があるかもしれませんけども、それはもう絶対に来ないという現実を正しく見ないとあなたは幸せになることはありません。じゃあどうすればいいか、今両親の方に目線を向けてこの2人をどうしようかなって考えてますよね。そうじゃないんです。この視線を自分に向けてください。親が離婚をして辛かった傷、悲しかった出来事、その傷を癒すことをしてください。その傷が癒えてくるともう自ら板挟みになることもしなくなります。現実を理解できて受け止めて次に進むこともできます。じゃあ具体的なその傷の癒し方なんですけども、解毒講座4のセルフカウンセリングのやり方を説明した過去動画がねこちらにありますので、これを見ながらやってください。でこのセルフカウンセリングは離婚の傷の癒し方もこの方法で解決できますので、ぜひこちらやってみてください。それでは最後に木村ポイントです。この人生はこのものです。でも親の人生は親のものです。小学6年生で止まったままの自分、その自分を前に進めてあげてください。毒リンゴさん、そろそろ幸せになってもいいんじゃない。ご相談ありがとうございました。以上、解毒案内人木村優子でした。バイバイ。このチャンネルでは見ているあなたからの毒親相談を募集しています。概要欄に貼ってあるメールフォームから送ってください。お待ちしてます。